うん。あら、いいた。おお、マックスです。まず見た目がですね、ちょっと大きめの艶消しになって、うん、あとフルチタンです。うん。スリクソンのマネです。うん。ですじゃない。シームレスとかね。もう今ここにカーボンが見えないのを見るのも珍しい、ね。うん、最近は。そうね。あと4点集中みたいなやつね。あとね、スリーブが変わりました、ね。うんうんうん。4つ穴が開いてるやつとか。うん、外見変わらないんだけどね。まあね。フェースに近づかないように刺してるらしいですから、ね。うんうん。若干左向いてる風に見えるんだけど。うん。これはまあでも、プラマイゼロなのかな。うん。おお、ちょうどね、そんぐらい。40ぐらい。いいね、これ。うん。これぐらいのヘッドスピードだったら、普通にロースピンの方になっちゃうね。うんうん。ちょうどいい？うん。初速も。うん。あとシャフトがいいね。うん。M43 相当だけど、確かにちょっとハードだね。あんまりしなんないね。うん。これぐらいじゃ。うん。うんうんうん。極端に捕まる方じゃないね。いいんじゃないこれ。これぐらいのヘッドスピードの人は。まあ、極端なスライサーはちょっとこれはあれやけど。あ、でもまっすぐ行くね。うん。うん。まあ、そこそこ捕まりもよしと、うんうん。あ、43でももう打っとこうかな。うん。じゃあ43ぐらいまで上げて。まあ、ちょうどシャフト的にもそんぐらい。S なんでね。ユピテルで46ぐらい。ちょっと振りすぎてるわ。強いな。おお、え、いく？そんないく？これさ。ただのいわゆるなんかドローモデル、D モデルみたいな感じではないよ。うんうん、スピンはまあ43だとしたらめっちゃ少ないってことじゃないけど、お、これロースピン、ちょっと上目。その D がスピンを減らす方に貢献してるのかな。43ぐらいだったら全然。これでもハマる人いるだろう、だいぶ。あら、いい球。そこまで高くない。ん？ストレートランド。うん、ああ、ちっちゃね。ちょっと何下目に当たんの。でも強いね。強いんでね。スピンは入っちゃうだろうけど。ちょっとでもシルエットがぼんやりしてんだよな。早く振れるそうな感じしない。うん。あれ？
かけちゃうな。どちらかというとフッカーだからね。慣れてきたらもう振りに行ったらそれが出始めてる。チーマジか。ああまあそれがベストじゃないかな。うんうん、はい。50。いや高い。スピンが異常ですね。ちょっと入りますね。おお。今のはね、うん、まあまあいいとこで打ててる。それも2600とか。がいいとこじゃないかな。うわ、うん、高えな。君ほどフックしませんけど。意外とストレートですけど、今連続して割とまっすぐですけど、そんな捕まるか。あ、捕まったわ、うん、ちょっと先やけど、ちょっとフック目ロースピン、もうヘッドなりの高弾道でいくか。スピンで上がってるよね多少。うん、微妙だね。はい、割と僕は好きなんですけど、うん、こういうヘッドは、うん、君は多分形状と向きじゃないの。左行くのってわかるよ確かに、うん、こっち行きそうな雰囲気がするのは、うん、でも、ね、僕シャフトがいいと思うんで。あ、そう。もう一本ディアマナあるけど、うん、こっちが僕は好きかな。ちょっと右に打ち出せるから、うんうん、多少はね。スピンはやっぱ入るね、うんうんうん、君もあの右目に行ったやつも結構スピン多かったから、うんうんうん、ストレートで打つと 9.5 度でも2600、800。1球目なんかすごかった、3000超えだからね。ストレートで打ったけど、うん、ロスがでも半端ないです、うん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 、ヘッドスピード50にしたら、うんうん、でもねヘッドスピード43めっちゃいいこれ、うん、なんでやっぱ対象のユーザーはあるだろうね、まあ、シャフト的にもヘッド的にもね、うん、悪くはないっす。いいんじゃない。はい、以上です。はい、はい。